んにちは、ミネです。昨日は立野公園キャンプ場の無料のキャンプ場に泊まったんですけれども、昨日の夜から今日の昼までですね、ずっと雨が降り続いていて、この後もしばらく雨が続くので 2,3 日こちらで停滞しようと思ってます。今はですね、このキャンプ場から4分ぐらいのところに銭湯があるので、そちらに来ました。宝湯さんですね。口コミによると300円ぐらいらしいということで、行ってみます。はい、お風呂入ってきました。お風呂240円でした。めちゃくちゃ安い。ただすっごいレトロでまああまり綺麗とは言えないので、綺麗なところに行きたい方はあんまりお勧めできないかもしれないですが、しっかりね、中のお湯も温泉だったので、最初ね透明だったんで銭湯かなと思ったんですけど、ちゃんと成分表もありましたし、ちょっと口に入ったらしょっぱかったりしたんで、ちゃんと温泉なので、この、ね、すごくコスパいいと思います。あとはバンダイっていうんですかね、が男湯と女湯のちょうど真ん中にこう両方見れるような形であって、バンダイからお風呂が丸見えなので、恥ずかしい方はちょっと嫌かもしれないです。あとドライヤーが10円で使えましたね。この後は僕の相棒ですね、ガストに行って動画編集をしたいと思います。おはようございます。今日は7月29日の今は朝の7時22分です。雨で、ね、2,3 日こちらの立野キャンプ場に停滞していました。今日と明日2日間晴れるそうなので、旅を再開して岩手県に向かっていきたいと思います。明後日以降またね、しばらく雨が続きそうなんですけど、いつまでも留まってるわけにはいかないので再開したいと思います。このキャンプ場すごく良かったですね。ここがね、屋根があるところで、連日の雨もね、この下で過ごしたら全然濡れませんでしたし、温泉もすぐ近くに安いところがあるので300円ぐらいで、コンビニも近いですしね、トイレも綺麗ですし、炊事場もあるので、僕は料理しないんですけど、炊事場もあるのでバーベキューとかもできますし、すごくいいキャンプ場ですね。では今日からまた張り切って行ってきます。宇野瀬断崖に着きました。駐車場から500メートルぐらい歩いていきます。松の木がめちゃめちゃ綺麗ですね。道中2時間ぐらい熱唱してたので、ちょっと声が枯れ気味です。こちらは吉村明さんの小説星の旅の一節ですね。太宰治賞を取っている作品ですね。宇野巣断崖からインスピレーションを受けたらしいです。道が 1,2,3 方向に分かれてます。まずは左から行ってみます。
宇野須断崖展望所です。着きました。さあ、うおー、すごい。うわー、めっちゃ綺麗。この宇野須断崖はこの200メートルぐらいの高さらしいんですけど、この断崖絶壁が5段に並んでいる、これを宇野須断崖というそうです。名前の由来はこの断崖の中腹に海宇野須があるから宇野須断崖っていうそうですね。お、あ、こちらの方が開けて見えますね。わあ、すごい。このエメラルドブルーの海とこの断崖がすごい美しいですね。天気もいい。雨で数日待った甲斐がありました。また別の断崖が、うおーは、これまた綺麗。はい、バイクのところまで戻ってきました。では次はですね、ここから30分ぐらいのところにある龍泉洞に行きたいと思います。龍泉洞は日本三大鍾乳洞窟の一つです。それでは行ってきます。道の駅岩泉に来ました。途中休憩です。岩泉鍋ホルモン、ホルモン鍋があれば食べたいんですけど、ちょっと見てみます。ありました、岩泉炭鉱ホルモン鍋。岩泉の B 級グルメですね。こちらを頼みます。来ました。美味しそう。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。すごく弾力のあるホルモンで、噛めば噛むほど肉の味が染み出してきて美味しかったです。あとね、飲むヨーグルトがサービスでついてきました。これは嬉しい。うん、濃厚。龍泉洞に着きました。目の前をすごい綺麗な川が流れてます。清水川と書いて静川と読むそうですね。
龍泉洞から流れてる水らしいです。すごい綺麗。あっちが洞窟の方だと思うんですけど、こっちに志津川の遊歩道があったので先にそちら行ってみます。全く味がしない純粋な水って感じですね。中はちょっと寒そうなので上着を取ってきます。1100円です。電子マネーが使えました。じゃあ行ってきます。こんにちは。はい、中って撮影とか YouTube 投稿大丈夫ですか？はい、寒い、行きます。こちらがコウモリの穴。この龍泉洞には5種類のコウモリが大量に住んでるらしいです。そしてここが照明の縁、飲むと長生きできるそうです。百軒廊下です。洞窟の入り口に当たる廊下です。おー、すごい湧いてる。これか。ここが頭で、胸、お尻、多分これだ。地蔵岩、旅人や子供を守ると言われる地蔵尊に似た大きな石筍です。あ、これか。これ石筍なんだ。すごいね。石のタケノコと書いて石筍。え、すごい。めちゃくちゃ広いじゃん。あ、コウモリだ。今コウモリいましたね。月球で。
第一地底湖水深35メートル。おおすごい、え広っ。でかー、高い。大日帝国38メートル。カメラで伝わりますかね、これすごい透明度なんですよ。中入ったら気持ちよさそう。第三地帝国98メートル。中からライトアップしてるってことだよね。すごい綺麗。ここが出口なんですけど、展望台に行きたいときはこれを272段の階段を登ってまた戻ってきてここから出るらしいです。もちろん行きます。が三原峠で、洞窟の観光コースの中で一番高い場所です。ここから下っていきます。あ、着きました。第一地底湖展望台、上から第一地底湖を眺められるということですよ。が遠いな下から直接見た方がいいですね、これは。でもすごい鍾乳石がここは大きいですね。あれとかすごい大きいですね。いやーすごい。ドクターストーンを見てる方はわかりますかね。こういう洞窟で最初硝酸をね、コウモリの糞からできる硝酸を浴びて石から石神千空くんが復活をするっていうストーリーですよね。戻ってきました。ミニ写真展、昭和5年の龍泉洞ですね。ここはワインの保管庫です。わあすごい入ってますね。山ぶどうワイン、なんて読むんでしょう。ウレラかな。この洞窟で温度を保っているんですね。この道もすごく綺麗です。これを切り開いた当時の方々はすごいですね。中も階段とかすごい整備されてて結構歩きやすかったです。出ました。ここはどこに出たんだろう。ここにいるみたいですね。駐車場ここに止めて、ここから入ってこっちに来たんだ。いやすごく面白かったですね。中は洞窟なのでやっぱりちょっとアトラクションっぽさもあって楽しいですし、綺麗な鍾乳石とか地底湖も見れますし、薄暗いんでね、デートとかにも良さそうですね。手つないで気をつけてとか言って地底湖見て、わー綺麗、君の方が綺麗だよでね、さあさあ見終わりましたので、この後はこの近くにキャンプ場があるのでそこに行く予定だったんですが、思ったよりちょっと時間早いので、ここのチケットの一緒にセットで振動科学館っていうのがセットでくっついてたので、それを見てもいいかもしれないですねと思うんですが、それはどこにあるんでしょう。このセンターの位置ですね。チラッと見に行ってみましょうか。
科学館にやってきました。受付はセルフですか。こちらは撮影ダメみたいですね。でもさっき龍泉洞の入り口の姉さんはどちらも大丈夫って言ってたような気もしたんですけど、念のためやめておきます。なるほど。鍾乳石の種類とか洞窟がどうしてできるのかとか、あとはあの洞窟をどうやって探検したかっていう、ケービングっていうらしいんですけど、その当時の調査の様子だったりが展示されてます。出てきました。あっちから入ってこっちに出てきましたね。面白かった。さっき言った展示の他に、洞窟の中の生き物とか、洞窟の中の生き物って同じ種類でも地上と洞窟の中で全然進化の仕方が違うとか、そういうのが書いてあったりとか、あとね、地下水の50センチ上ぐらいを通路が通ってて、すごい間近で綺麗な水見ることができました。こっちの方がね、こっちの方が新しい洞窟みたいですね。龍泉新洞って名前の通り、あちらの龍泉洞よりも後にできたものみたいで、展示とかいろいろ説明もしてくれながら洞窟の中を見れるっていう感じですね。もしかしたら新洞から先に見ていろいろ事前知識を得た上で龍泉洞行った方が面白いかもしれないですね。よしでは今4時ぐらいなので、浄土ヶ浜行ったらちょっと日没ギリギリになっちゃうと思うので、このままキャンプ場に向かいたいと思います。ここから1時間ちょっとぐらいの場所に無料キャンプ場がありますので、そちらに行きます。うまっ。ちょっと休憩です。こういう道が延々と1時間続くので結構ハードですね。でも川がずっと横を流れてて綺麗です。そして結構寒いです。多分19度とか、途中で見た温度計だとそれぐらいになってて、体感でももうちょっと低いかな。山道の中入ったんで今もうちょっと下がってるかもしれないです。時間もね、夕方になってきたので、昨日もね結構夜寒くて、夜は15度ぐらいになってたみたいですけど、今日の朝は寒くて目が覚めました。もうそろそろ8月も下旬なんでね、これから寒くなってきますけど頑張ります。昔ながらのレトロな商店って感じでした。ビールはなかったので何も買ってないんですが、店主さんとちょっとお話できて、これから行く源兵衛平キャンプ場でなんか一酸化炭素中毒を昔起こしちゃったらしくて、火には気をつけてねとか、あと牛がいっぱいいるよとか教えてもらいました。じゃあちょっとここでは買えなかったので、ちょっと回り道になるんですけど、ファミマに向かいたいと思います。海まで買い物しました。寒いね。ダウン着てカッパ持ってます。さっき商店のおじさんに教えてもらったんですけど、昨日はあの商店の場所でも10度ぐらいだったんで、高原だと5、6度なんじゃないかって言ってました。かなり寒いです。足を刺してるんですけど、さすがに無理ですね。看板は左折で切れてます。さすがに左折で行きます。
着いた。着きました。源兵衛平高原キャンプ場です。キャンプ場っていうかもうただの小屋がある場所って感じですね。ここに一応建物があって。真っ暗だけど電気とかあるのかな。電気はなさそうだな。一応利用日誌が、あれ、さあ暗くなっちゃう前に、でもこの中で寝ればいいのか。全然これで良さそうだな。これは何だろう、テーブルと椅子って感じ。まあテントを張らずにこの中で寝させてもらおうかな。クマも怖いし。寒いしね。水道とかもねないっぽいですね。ここになんか水は湧いてるけど、あの建物は何なんだろう。何だろう、廃屋かな。うん、閉まってます。はい、荷物を運び終わりました。ここにね、紐というか輪っかがあったので、ここに LED ランタン吊るしてこんな感じになりました。いや、サバイバル感がすごいです。遭難した人みたい。いや、クマとか出ないでほしいな。クマが来たらこの建物に閉じこもるしかないんですけど、鍵が閉まらないみたいなんで、賢いクマだったら開けてきちゃうかもしれないですね。いやー怖い。でも建物のおかげでだいぶ暖かくていいですね。よかったです。外はめっちゃ寒いです。よし、じゃあ黒ラベルいただきます。外が寒いおかげでビールは冷えてますね。今日も一日お疲れ様でした。また次回の動画で会いましょう。はあ。